22日昼前、韓国を除いた海外記者団を乗せた高麗航空の航空機が、北朝鮮に向けて北京首都国際空港を離陸した。高麗航空の専用機で北朝鮮に向かった記者団の国籍はアメリカ、イギリス、ロシア、中国の四角に。記者団は北朝鮮の元山に向けて飛び立った。今回、 豊か警察と各実験場の廃棄式典を参観する海外記者団はイギリスのスカイニュースとアプトン、アメリカの CBS と CNN、中国のクトと新華社通信、ロシアのルトとリアノースティと伝えられている。